大谷翔平、29、は、サンフランシスコジャイアンツとのオープン戦に2番、DH で先発出場を果たし4打数3安打1本塁打2打点と、3試合連続となる安打、2号本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。動画、大谷翔平は道具も異次元だった。元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁、開幕投手を務めるグラスノー、30、 のキャンプ最終登板となったこの日、5回と3分の1イニングを投げ、ムーアンダー、8三振、1四球、0失点と、開幕に向けて準備ができている様子が伺えた。小試合は6、6の4でドジャースが勝利した。ロバーツ監督コメント9、9大谷について、昌平は今日も良い選手だった。彼には驚かされっぱなしで、打撃ツール、 そしてパワーとシーズンに近づくにつれて、彼の集中力が鋭くなってきているように見える。だから彼は特別な選手なんだ。今年はよくそういうことになるだろうね。